キングプリンス、ヒラ紫耀、元カノを投げ捨てて、なんでと疑問の声相次ぐ。キングプリンスのメンバーであるヒラ紫耀が、冠番組、キングプリンスルにおいて、ヤンキーに扮したキャラクターとして参加する中で起こった出来事が話題となっています。この特別企画、キンプルヤンキースにおいて、ヒラ紫耀のある行動が視聴者の注目を集めました。 この回のゲストはお笑いコンビハリセンボンで彼らと共に様々な挑戦に挑むキンプルヤンキースのゲームが行われました。その中でも特に注目を浴びたのはトランポリンお姫様だ。子という企画でした。このゲームではトランポリンの上に横たわる女性をトランポリンの反動を使って飛ばしお姫様だ。子することが目標です。最初に挑戦したのはハリセンボンチームで ヤンキーに奮した近藤春菜がジャンプをして女性の美濃はるかをトランポリンの上で抱こうとしましたが、残念ながら失敗してしまいました。次に挑戦したのは金プリチームで、男ヤンキーの高橋海人と、岸優太演じるレディースの岸五がコンビを組みました。この設定では二人は現在カップルとされており、挑戦前の高橋は意気込みを語っていました。ところが、高橋の筋力不足のため、 キシ号を抱くことができず、ハリセンボンチームと同じく失敗に終わってしまいました。すると、キシ号の元彼であるヒ野の仕様が登場し、ちょっと待ってくれよ。元彼の俺にやらせてくれねえかと名乗り出ました。キシムに会うのはお前じゃねえんだよ。やっぱりアマにはパワーが足りないんだよ。キシ号を支えてあげられるパワー。それが男として足んねえんだよ。と略奪宣言をし、トランポリンに挑戦しました。一瞬。 お姫様だ。子に成功したかに見えた平野でしたが、騎士号の重さに耐えられず、なぜか彼女を横に投げ捨ててしまいました。その後のチャレンジでも一瞬だけキャッチするものの、騎士号が腕からすり抜けてしまい、成功とはなりませんでした。この予想外の騎士号投げ捨てに、出演者らは爆笑し、なんで放り投げたあれは何なんだと疑問の声が相次ぎました。しかし、 後にトランポリンの先生から手本を見せてもらった平野はコツをつかんだようで一発で成功しました。この放送に対してネット上では様々な声が集まっています。岸子を投げ捨てるのは笑った。紫輝くんの男にあるところ最高。平野くんと岸子の福縁あるんじゃないなど視聴者からの反応が多く寄せられています。平野仕様の行動は番組において予想外の展開を生み出し、 視聴者の笑いと疑問を引き起こしました。その一方で、平野紫仕様の熱意や男気についての賞賛の声も広がっています。キングプリンスルのこのエピソードは、メンバーの冒険心や挑戦する姿勢を反映したものであり、彼らの魅力を改めて感じさせる出来事となりました。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。